はい、皆さんこんにちは。困った時の百刀番、今ちょっと困ってますよ。今しかもは全部停電、うん、だから停電スペシャルでやることなくて、パソコンも落ちて冷蔵庫も何も全て全部ダメ、ね、暖房も何もダメですよ。だからラジオ撮ったやつということで、困った時の百刀番、今回ね、今停電で困ってますけど、やっぱり2017年になって、やっぱりいろいろ困ったことして話そうかなと思ってます。もう政治の問題か何かね、もう言いたい放題でね、困った時に行こうと思いますね。はい、ということで、紅茶だけは沸かせたんだけど、面白い、コーヒーが沸かせない。コーヒーメーカーは電源ダメだから。うん、コーヒー入れるその何、うん、コップみたいなあれがあれば入れるんだけど、そうそうそう、全部電気支配されてるって感じだね、うん、はい、そんなわけでね、行ってみたいと思います。ろうそくもないです。ろうそく邪魔だから捨てちゃったって話ですけど、行きましょう、はい、それでは困った時の百刀番生放送。生放送じゃないけど、このビルね、うん、昨日の深夜っていうかもうね、一回停電があったんでね、それはね、1分ぐらいで回復したんだけど、ボロい、いわゆる ね、だから停電情報とかくれないし、ね、結局突然やっぱなんか落ちちゃって問題起きてるわけでしょ、うん、で雨が多いし最近、うん、これもね漏電の原因なんだよ。いやね、それでね、思ったのは停電してね、ちょっとしかもなんか徘徊したんだ、うん、そしたらね、なんかね煙臭いのすごく、それであっべーと思って、救急車じゃないけど消防車も来てたじゃん、なんか、うん、ね、でどうしたのかなと思ったら、近所の家が窓を開けてドア開けてろうそくつけてた、たくさんなもんですよ。でね、やっぱりね、今現代人にとってこのね停電ってもう致命的だね。いいんだね。パソコンのネットも何も使えないし、うん、もうそういうことを考えちゃってバッテリーはすぐ上がっちゃうしさ、うん、それに頼り切っているから我々が、そうなんですよ。だから我々が頼り切ってるのをどうしろったって方法がないからね、やっぱり僕らは、うん、電気に頼る生活をしてるわけだから、うんね、うん、電気がいかに大切かってことで、はい、たださ、うん、このなん明るさにだんだん慣れてくるよね、うん、暗いは暗いなりに。いやでもね、俺思うんだけど、停電って言うと今でも覚えてるのが、うん、やっぱりカーニバルスプレンダー号のさ、うん、沈没騒ぎの時なんだけど、不便だよ。やっぱりネットも何も使えないってやることないのよ、うんうん、だから電気にやっぱり支配されてるのは仕方がないし、これからもね、やっぱり電気ってものをやっぱりない生活って考えちゃいけないんだよ。今の近代はね、そういうもんだから仕方がないから、うん、こうならないことを考えて、まあ現実問題としてはさ、発電機みたいなものがあるんで、俺持ってんでね、天体望遠鏡の、うん、あれ充電してるから済むんだけど、やっとこうかな今度な、うん、あ、うん、それでもう全部済んじゃうんだけど、うん、充電器でね、キャッスルもさ、自家発電で、うん、やったやった、あれはハリウッドの停電ね、うん、うん、まあそんなことでね、雨が降るとこういう停電が起きるんですよ、うん、本当ね。だから復旧してくれないのがちょっと困ってますけど ね。さあ、それでね、停電の話ばっかりしてもしょうがないから、最近の社会情勢の話、うん、はい、トランプが大統領になってずいぶん日本はいい感じになってきましたね、うんうん、でね、僕思ったんだけど、ニコール・キットマンっていう人がいてさ、ニコール・キットマンがね、うん、トランプに対してデモやったりなんかしてるけど、うん、アメリカ人は民主主義分かってないと、ね、だってみんなで選んだ大統領でしょ、そう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 、私も好きじゃなかったけど従ってやっぱりみんなで盛り立てるしかないじゃないっていうふうに言ったのよ、うん、さすが、地獄正論でしょ、正論、うんうん、そうしたらな、要するにさ、まあ、一番いけないのはそのトランプを批判する日本もメディアは、うん、例えばバカなほらディープスペクターとかいいんじゃない、だってああいうのは ね、低レベル層の低知識層の白人だけでしょとか言い方するんじゃない、そっちの方が差別だろうって言ったよ、うん、そうそう、で、まあそんなバカいるんだけど、まあ、バカ置いといたとして、うん、だからそういう人間たちがね、いろんなことを言いつつも、トランプはもうちゃんと決まった大統領でいい政策すると思うんだよ、だってさ本当にマスコミの言う通りだったらさ、うん、トランプ大敗してんじゃん、そう、なんで勝ってんの、うん、ってだからね、まあそれマスコミの嘘なんだけど、まあそれに対してもう一つ言いたいことっていうのはさ、やっぱりそのね、ニコール・キットマンの発言に対して、もう二度とお前の映画は見ないとかさ、わけのわかんないツイート、うん、そう見るよ、うん、みんな見よう、やっぱり素晴らしい役者だし、うん、であとね、またね、日本の誰かがね、うん、なんてくだらない意見だとか言ったりとかね、意見ってのはくだるくだらないじゃなくて、うん、お前の方がずっとバカだってこと分かってないのかなと思わない、うん、本当だね、うん、だからそういうことを感じました。あと橋本羽鳥の番組見た時にマック赤坂が出てて、あの人があんなダメだと思わなかった、うん、いやそれ2つもあってさ、マック赤坂が全くダメな政策を持っていることと、あともう一つ言うとね、選挙の時にマックがいつも言ってることっていうのはさ、泡沫候補って言われながら、要するに選挙に対して正しい意見何も言わせてくれないと、でテレビ出てきた時時間なしで言おうとしてるのは間違いなんだけど、だけどその時にね、橋本がいろいろ言ってさ、またマックのことを制したんだよ。でも一つ言えてることはすごく重要な問題っていうのは、橋本が出直し選挙でさ、市長やった時に、
マックとあともう一人だ、3人なんだよ、うん、だけどメディアは公平じゃなくて橋本だけをピックアップしてそれ以外は無視したんだよ、うん、でもっと言うとあんな選挙は認めないって言って無視した、うんね、結局メディアをどうのこうの言ってる橋本はやっぱりあのメディアをよく分かってないのね、うん、やっぱり日本のメディアってダメで、ダメ だからさ、党首討論とかいろんなことやってさ3つぐらいのところだけで討論させることも事実じゃない、うん、本物のあれは全くしてないし、うんうん、だそれを考えたときにやっぱり橋本もやっぱりダメだなと、うん、マックはもちろんダメだけど、私あんなダメだと思って、うん、あんなシナの手先だと思う、そうまあね、うん、日本人じゃないじゃない、うん、国防に対する考え方とか全くできてないじゃん、うん、だって日本どうしたいのっていうか、うん、自衛隊なくしてさ、あれ米軍なくしてさ、そうそうそう、どうぞあげますよって言いたいの、うん、中国、うん、本当だよね、うん、そう思うよ、あれはあの橋本にやり込められてたね、うんうん、ありえない。もう一つ言うとね、あの一つこれポジネガに行きたいぐらいなんだけど、うん、あの要するにトランプがね、うん、あの台湾とほら仲良くしようとしてるじゃない、いいねいいね、それで誰かその国防長官みたいなのがあの発言したのが、はい、あの沖縄からね、あの米軍移転させて台湾に送る、うん、これいいねいいね、あとあの、うん、慰安婦像撤去しないから本当に撤去しちゃった安倍さんもすごい、ね、あすごいすごいすごい、そう、うん、日本大使館ああいうのね、うん、だからもうねこれね絶対的に言えてることなんだけどさ、もう本当にあのもう必ず言えてることなんだけど、うん、あのしょうもないよね、あの韓国と中国の違いってのは中国は政府が本当ダメで、うん、あの人間はまあ愚かだけどそんなにあれでもない、うん、でも韓国は人間がダメじゃん、あ本当にひどい、うん、だからそういうことを分かってねやらないと、うん、やっぱりあの僕はねいろいろ見てるんだけど、そのプロパガンダとかさ、その中国とか韓国の、うんねうんとまあ、手が入ってきてるさ、うん、要するにさマスコミあれで騙されちゃいけないよ、本当 だ、 ね、うん、だって日本人がなんで日本人のことをねよく言っちゃいけないかってことでしょ、あれもおかしな話で、うん、だってさ日本死ねはヘイトじゃないのに、じゃあ朝鮮の人出てけって言ったらそれヘイトなんでしょ、そう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 、日本死ねはなんでヘイトじゃないのかを聞きたいよね、うんうん、でねもう一つ絶対的に言いたいのはさ、青山茂原さんが虎ノ門ニュースで言ってたんだけどすごい人気だからあの人もなかなか困った人だけど、あのやっぱりさ小学校かなんかのね時が参議院にあの来た時に、それでみんなで国会のところでいろいろ話したんだって10分間だけ、うん、その時にやっぱりさ日本の教育がこういうの悪くしてて日本を悪い国だって教えたのは日本の、あの、要するに教育のせいだ、校長先生が気をつけして聞いてたってのはよかったよねあれ、うん、だから本当にね我々はあの騙されちゃいけないんだよ、日本はあのそのスパイとかさ、うん、国家秘密法も何もなってないから、うん、だから結局そういう嘘のマスコミっていうのがいっぱい出てきて、例えばあのスパイみたいな議員がいっぱいいて、そんなことが当たり前じゃん、これなんとかしないとね本当どうしようもないよ、俺もそう本当通説思ったな、日本よく言うとさ、うん、なんか右翼とか言う、それがおかしな話で、日本人なんだから日本ファーストが当たり前でしょ、うん、っていう日本ファーストなんだよ、うん、だから結局さ本当によく考えてほしいんだけど、みんなね韓国って別に何でもない国じゃない、大きくもないし、ね、だから韓国と付き合わなくたって日本は十分いいわけでしょ、困らない、だから韓国に侮辱されてるんだったら、韓国が日本をねふざけんじゃねえって言ってるんだったら、お互い付き合わなきゃ一番いいの、それが一番いいよね、うん、うん、中国はとりあえずアメリカと戦争してもらえば一番いいんだよ、うん、でやっぱりさうざいから、うざいっていうの考え方ね、うん、で中国人がうざいって言うんだったら武力行使してくれたら、あとはアメリカとね、うん、一緒にやって、うんうん、やっつければいいだけでしょ、ね、で平和主義者ってずるい、ね、ずるい、あの平和っていうことのために解決方法何も言わないで、うん、要するに戦争することとか戦うことがいけないってだけで、我々の身を守ることとか、うん、日本人の尊厳を守ることが悪いことのようでしょ、ね、うん、あと平和とか言っときながらやってること乱暴じゃない、うん、そうそうそう、だから戦争っていう言い方をねやった時、日本は敗戦国であっていろんなことがあるけど、なぜその戦争の原因が起きたのかってことをわからないとすごくいけないよね、だからあのせざるを得ない戦争もあるってことも分かんなきゃいけない、うん、それが抑止だし、今のままじゃ日本はねとてもだけど弱いよ、本当に弱いのは嫌だよ、やっぱり、うん、強い日本で、うん、日本ファーストね、ジャパンファーストをやってほしいなと思いますね、うん、でも本当安倍総理でよかったなと思う、ね、本当だよね、あんなわけのわかんないさ、あのダチョウ倶楽部みたいなさ、民主党のあれじゃもうどうしようもない、あれも中国の手先だけど、うんね、うん、だって今頃日本取られてるよ、そうだよ、うん、まあ、うん、それを考えた時にね、あの、まあ、あの本当になんだろうな、要するに困ったなと思うことは、うん、停電だけじゃなくて、ね、世界の情勢も日本も困ったなと思いますよ、ちなみにレオンってまだ議員やってるの、うん、てかまだ生きてるのって言いたいぐらいだね、あれね、まあ、もうどうしようもない、ね、日本をどうしたいんだろうね、うん、全く、だから日本を属国にしたいしかないでしょ、中国の、うん、だからみんな、あの、やっぱ中国の人たちはさ、日本はそうだって言ってんだから、もう昔は全部あれだったって、なんで国会にいんの、ね、日本の、だから台湾問題もそうだよね、あの台湾はあの昔あの中国だったっていうんでしょ、全然中国だったら試したのが一回もないんだから、台湾の人がね中国にしてくれて
言うならね、そうそうそう、まあ、分かりましたね。まあそんなわけで時間になっちゃいましたんで、また来週ですね。はい、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。